落合博満の俺流チャンネル。俺流チャンネル。そのペナントレースも大変だったんですけども、まあクライマックスに入ってもやっぱりヤクルトが上がってきまして、ヤクルトも強かったですよね。そこまで首位で走ってたチームだからね、はい、強かったよ。そうね、うん、でどっちが上がってくるのかなと思ってたら、戦いやすいのはヤクルトだったんだ。あ、そうだったんですか。あれジャイアンツだったらちょっと手強かったんだろうなと思った。それはやっぱり最後3連敗とかした時なんか嫌なイメージとかあるんですか。でヤクルトが勝つだろうなと思ったのは神宮球場だったでしょ、巨人戦がね、はい、で神宮だったらヤクルト、ね、目があるかなと思いながら、内心はヤクルト上がってきてくれた方が戦いやすいんだろうなっていう感じではあった、うん、実際まあ初戦勝って、まあ、連敗してなった時、うん、どうなんですか。そういう時って少しは焦りってあるんですか。いや焦りはね、あとどっちみち2つ勝たなきゃいけないっていう、はい、最初の1個はほらアドバンテージでしょ、はい、2勝2敗になりますもん、ね、うん、はい、だから1勝2敗が2勝2敗だっていうから別に焦りはしなかった。まあ普通にやれば勝てるだろうっていう。実際ね、その後は本当にまあチーム落ち着いたというか、うん、やっぱ連敗した後ってやっぱりミーティングとかされたんですか。いやしないよ、俺ミーティング嫌いだもん。ミーティングは1月31日の日にやるのと開幕の日にやるのと、あとシーズン2回ばっかし、はい、やる程度のもんであってね、はい、あとは全試合終わった日にやるっていうだけで、ミーティングは全部もうコーチ任せだから、あの事件あってから各担当コーチがミーティングはしたみたいだけどね、うん、俺は一切関わってないから。退任発表があって、うん、裏で誰が一番コーチの方まとめてくれてたんですか。森重じゃないか、ヘッドコーチだったから。ああ、うん、いやミーティングしたっていうのを知らなかったからね俺は。あ、後で聞かれたんですか、うん、だから何を言ったかっていうのは内容も知らない、まあそうやって勝っていって、下馬評はソフトバンク、はい、断然有利っていうね、はい、でソフトバンクと中日の日本シリーズは視聴率取れないとかっていうようなことも言われて。あ、そんなこと言われたんですか。もうロッテ戦もそうだよ、うん、だから日本シリーズだけは別物だよっていうふうには言ってたんだけども、はい、まして2割2分のチーム打率だからね。そうですよね、本当に打たないチームでしたね、もうでもその僅差をねきっちり、まあ、しのいで勝ってるというか。いやだってそういう野球を目指してたんだもん、はい、1試合目も2試合目も僅差のゲームだったでしょ。そうですね、でこう1点差ですもんね、うん、それも、ね、敵地開幕だったんですけども、あの敵地で2つ勝つと思ってなかったんだ。あ、そうだったんですか、うん、で名古屋ドームで2つなんとか星を拾えればっていうような感じだったんだけどね。逆になっちゃいましたね。あ、名古屋ドームでまさかの3連敗、はい、名古屋ドームの3つ目だけは勝てると思ったんだけどね。河合が先発した時だね。そうです、はい、
まあ、河合が立ち上がりが必ず点数取られるって言われて、はい、で相手ピッチャー外国人だったんだな、はい、そうです外国人、うん、はい、あの外国人のあのモーション見たら走れるだろうなと思った、はい、ホールトン、はい、ノーアウト1、2塁で2、3でエンドランにしようか、スチールにしようか、つって迷って、まあ、井端だったら臭いボールなんとかするだろうと思って、スチールにしたら見逃し三振でゲッツ。で、和田ベンちゃんが、ノーアウト一三塁で、ここだけはフォアボールだけはやめてくれと思って。なんせ内野ゴロでもいいから1点取って同点にしたら勝ち目があるだろうなっていうんで、最悪はフォアボールだったんだ。そしたらものの見事にボールを選んでフォアボールになっちゃった。第4戦。まあ、1点折った6回、もし満塁というチャンスだったんですけども。まあ、小池が三振、平田が浅いレフトフライ。単身やショートゴロ、まあそこまで森福にやられるとは思ってなかった。誰か一人くらいなんとかするだろうなっていう感じはあったんだけどね。負ける時ってそういうもんだ。だからこうなるなよっていうのがそういうふうになっていったっていう、そういうシーズン。だから逆に手を打てなくなっちゃった。ノーアウト満塁で。だから思い描いた通りの野球にはならなかったっていうことだよ。だから一つのアウトの与え方でも意味があるっていうのはね、はい、それができなかったっていうことなんだろうなと思う。やっぱりこれやっぱ短期決戦の難しさってなるんですか、うん、そんなに打てるチームじゃないんだから。接戦で勝ち上がっていくしかないなっていうことで、だから名古屋で一つ勝っとけば4戦目までね、うん、5戦目チェンジじゃなかったんだ。あ、そうだったんですか、うん、もし4戦目勝ってたら5戦目誰だったんですか。5戦目、はい、山井か誰かだったかもわかんない、うん、で、そうヤフーの九州の方にチェン、チェン、チェンと吉見っていう。だから6試合目勝って7試合目手詰まり。見事に勝った試合全部2対1ですもんね。守りきる野球じゃない。6戦目勝った時にあれ行くかなと思ったんですけどね。で誰を先発にするんだっていうところからじゃないのかな。山井が先発したのかな。はい、そうですね。ちょっとパッと点取られちゃった分があったんで。だから年に一度のいいピッチングする山井ではなかったっていうことだよ。でも本当にね、最後まで選手たちは、まあそれは勝ててね、勝って終わるのが一番良かったとは思うんですけど。こうやって終わったら台湾まで行かなきゃいけなかったことを考えるとね、うん、まあそこまで戦力は整ってはいなかったんだろうと思うけども、まあでも8年間やろうとした野球は見事にやりきったっていうことなんだろうと思う。最後はミーティングされたんですか。したよ。お前らよく勝ったなっつって、なんで勝てたんだっつって言ったら、選手になんて言ったと思う。いや、わかんないです。12球団で一番練習してるチームが練習してないところのチームに負けると悔しい、気分が悪いっつって、それの1年で俺らは頑張ってこれたんだっつって言ったよ。最後のそのミーティングの時ですか、うん、でみんな涙流しながらね。だからそこには球団社長代表いなかったけどね。
そそくさと帰っていったよ。ああ、そうだったんですね。普通、社長代表っているもんなんだけどね。はい、何の挨拶もなしにいなくなったよ。で、その後に、優勝旅行どうするんだっていうふうになってね。いや、俺はもう辞めたんだから行かねえよって言ったら、女房に怒られてね。監督が行かないって言うんだったら誰も行けないんじゃないかっつって、最後なんだから行かなきゃいけないよって言われてね。そしたら最初のパーティーの日に社長が具合悪くなって救急車呼ばれたとかって言ってたけど、それ後から聞いた話だけどね。8年間育った選手は本当にいいチームを作りましたよね。ああ、だから8年間で終わったようなもんだ。うん、それから優勝してないわけだから、うん、だから何が足らないのかっていうことを考えればね、俺がやってきたやり方を真似してやれとは言わない。それは自分がこういうチームを作りたい、こういう練習をしなければチームは成り立たないっていうような感じで自分が思って行動するんだったらそれなりのチームはできるんだろうけども、ただ単に人真似してやればいいんだっていうことではチームというのは作り上げることはできないと思うんだよね。2003年の秋に初めて、まあ、見られたチーム、2011年最後秋に、まあ、別れを告げられたチーム、どれくらい成長しました？まあほとんどの選手が成長したんだろうなとは思う。だからって俺が実際に手掛けた選手何人いるかって言えば3人しかいないんだよ。あとはベテラン連中っていうのは練習終われば自分の時間だっていうんで打ち込んだりね、守ったりっていうのは自分らがやってた。でそれを若いやつが見て、年配がやってるから俺らもやらなきゃいけないなっていうんで、まあ練習はしたんだろうと思うけども、まあ実際に俺のノックを受けたのは井端と荒木と森野だけだよ。あと渡辺が一回ね来て、ちょうどその日飯会だったんだ。で腹減らそうと思って来たつそしたらあまりにも練習がきつくて飯を食えなかったっていう , 笑い話あるけども。で井上和樹はあの練習ノックを見て虫けらノックだっていうようなことを言ったしね。で高橋明文は俺今日投げ込みしてきました、200何球300球くらい投げてきました、だったらお前俺のノック取りその本数だけなっつって言ってフラフラになりながらやったっていう程度のもんじゃないのかな。だからあとは球場から宿舎まで十何キロあるんだってね。はい、俺の一存でお前ら今日走って帰れっつって、持ち金500円までは持っていいからっつって、何使おうがいいよっつって、タクシー乗るんだったらタクシー乗ったっていいし、バスで500円のところまで行ってそれでそこから走るんだったら走っててもいいし、コンビニで飲み物飯を買って食ってそれで走るんだったら走ってもいいしっていうんでね。だから監督が陸上競技場へ行くと選手がみんな嫌な顔してたもん。想定外のタイムを設定されるもんで、その時は必ず担当コーチに宿舎まで走らせていいかっつって、ああいいですよって必ず言ってくれるからね。で本当ね、ベテランの選手もみんなきっちり走ってましたもんね。そうだよ。
だからそれが必要だと思うから彼らもそれなりにねやったんだろうと思うし、だからベテランがよく練習した、うん、若手よりもで率先して練習してたっていうのがチームにはいい影響を与えたんだろうとは思う。そういうチームを作られたってことですよね。うん。でなきゃ練習は嘘つかないっていうものが生きてこないじゃない。練習したらしただけの結果を残せなければ練習する意味がないだろ。まあでも選手は最後にああいうこと言うとは思ってなかったけどね。その言葉聞かれて落合さんどう思われたんですか。おお、やっぱりやるだけのことはやって正解だったんだなと思った。でも8年間なんでなんで8回優勝できなかったのが悔しくてね日本シリーズで負けたよりもなぜ優勝できなかったのかっていうの方が気分悪い。シナリオ通りに物事は運ばないってことだよ。わかりました、うん、ありがとうございました、はい、選手になってたと思う。12球団で一番練習してるチームが練習してないところのチームに負けると悔しい、気分が悪い。それの1年で俺らは頑張ってこれたんだっつって言ったよ。